有体類、有体類、有体類、マウスピーアリアは、哺乳鉱10は五514たずなの1グループ。階級は、有体上目とすることが多い。かつては有体目、袋ネズミ目の一目が置かれていた。しかし、哺乳類の歴史において、有体類の適応放産は有体番類の適応放産と同等のものであり、有体番類と同様にいくつかの目に分けるべきだという。 主張が強くなった。1990年頃からは二代目七目とする分類が主流である。有体類全体は、有体上目などになるが、袋ネズミ上目とは言わない。あと、獣下綱唯一の原生群であり、原生群の実を問題にするときは、あと、獣下綱のシノニムのように扱うことがある。有体類は、原生哺乳類の主流である、有体類と異なり、 胎板が高機能の小尿膜胎板では、なくて機能の卵黄脳胎板であるため、子宮内で胎児を大きく育てることができない。このため、未熟な状態で生まれた子供を育児脳で育,脳で育てる。育児脳は、通常腹部にある袋で、中には乳頭があり、子供はこれを加えて母乳を摂取する。袋あり食いなど一部の有体類には育児脳がない。 高温動物ながら有体万類に比べ、体温調節機能が、やや低いが、カモのはシめ、炭鉱類の動物よりは、その機能が高い。2億2500万年前に、最古の哺乳類のアデロバシレウスが出現している。有体類、高重加工と、新獣シタズナなどが分岐したのが1億2500万年、以上前であると言われている。1億4000万年前の白秋に入ると、 西ゴンドワナ大陸は1億500万年前頃にアフリカ大陸と南アメリカ大陸に分裂し、その間に大西洋が成立した。また、東ゴンドワナ大陸はインドア大陸及びマダガスカル島と南極大陸及びオーストラリア大陸に分裂した。中世代白秋末6500万年前にはアフリカから南米、南極、インド、 オーストラリアの各プレートが離れたとされている。6000万年前には南アメリカの有体類の祖先が当時陸続きであった南極を経由して同じく陸続きのオーストラリア大陸に移住し様々な有体類へと進化することとなった。南極大陸は3500万年前には完全に孤立しオーストラリア大陸も孤立することとなった。この分裂が オーストラリア大陸でのその後の炭鉱類の生き残りや、有体類の独自進化につながることになる。一般に、有体類はオーストラリアに生息するものがよく、知られるが、オポッサムは北アメリカ大陸から南アメリカ大陸にかけて生息する。このオポッサム科の種数は70種以上と、有体類の中で最大である。有体類は有体類より先に出現し、 その後に現れた、有体蛮類により、生態系の位置を奪われた。しかし、オーストラリア大陸と南アメリカ大陸は、他の大陸から遠く隔絶していたため、ユーラシア大陸の有体蛮類は、この二大陸に侵入できず、この地域のみ有体類の世界が残った。オーストラリア大陸は、隔絶状態が続いたために、現在でも有体類は、生態系の重要な地位にある。しかし、 南アメリカ大陸は大陸移動の結果、北アメリカ大陸と陸橋で300万年前頃に接続し、これを通って侵入した有体腕類によって、有体類中心の生態系は崩壊した。しかし、オポッサム類だけは生き残り、逆に陸橋を通って北アメリカ大陸に進出している。有体類の化石が世界中から見つかることから、 有体類はかつて世界中の広い地域に生息していたことが知られているが、現在では主にオーストラリア区、オーストラリア大陸とパブアニューギニ島、及び新熱帯区、南米大陸にのみ生息し、オポッサム類のみが2期宅、北米に進出している。特にオーストラリアには競争相手となる他の大型哺乳類がいなかったため、他の地域では見られない多様な有体類が、 生息している。かつては、袋狼オオのような大型の肉食有体類が、オーストラリアに生息していたが、人間が持ち込んだ犬、野生化したものをリンゴと呼ぶなどとの生存競争に、破れてしまった。袋狼オオは1936年に死亡した、個体を最後に、生存が確認された例はなく、絶滅したと考えられる。また、 長らく他の大陸から孤立していた南米大陸には巨大な剣士を持った肉食有体類のティラコスミルスが生息していた。しかし地殻変動によって北米大陸とつながると北米に生息していた同じく巨大な剣士を持つ肉食有体番類のスミロドン、サーベルタイガーが南米に流入し生存競争に敗れて300万年ほど前に絶滅した。 原生有体類は7目に分類される。7目はアメリカ有体大目とオーストラリア有体大目に大別されるが、これらの大目は系統を反映していない可能性がある。ミクロビオテリウム名はアメリカに生息するが、オーストラリア有体大目に含まれる。分類は、マーシャル、カ、属、種の数はウィルソンリーダーによったので、価数が一致しない目がある。 ソーマエバメとバンディクートメを合わせたシンダクティラ種子が融合しているのが特徴バンディクートメ以外のオーストラリア有体類を合わせたイーマタスリアなどを単系統とする説があるが広い指示は得られていないマリア・エーニルソンにあるのレトルポゾンを用いた解析では次のような系統樹が得られているこの結果からはアメリカ有体類は側系統でオポスサムメが 原生有体類の中で最初に分岐したことがわかる。かつては次の2アームクに分ける分類がされていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。